サティシュクマールは、イギリスの思想家。インド西部ラージャスターン州の町、シュリー・ドゥンガルガルで生まれ、9歳で出家しジャイナ教の修行像となる。18歳の時連続。マハトマガンディの非暴力と自立の思想に共鳴し、2年半かけて、各大国の首脳に核兵器の放棄を解く14000キロの平和巡礼を行う。1973年から英国に定住。 E.F. シューマッハーとガンジーの思想を引き継ぎ、イギリス南西部にスモールスクールとシューマッハーカレッジを創設。エコロジースピリチュアル雑誌、リサージェンス編集長。真に持続可能で豊かな社会を作り出していくための国際的な教育機関。1991年設立。最大50人程度の小規模コミュニティで、生徒から講師、スタッフまでが共に、 掃除や料理といった生活の基盤となる活動に参加する。基上で得た知識や理論を超えて共同生活をしながら実際の行動や経験から学ぶことを重要視している。1年間のマスターコースのほか年間10から20のショートコースを運営している。開発、発展、食、経済、組織運営、精神的成長、持続可能性、平和、 妖道などについて統合的に学ぶ。カレッジ専従講師のほか、様々な分野の世界的な第一人者が数日から2週間の講義を行っている。2006年までに、延べ88カ国約3000人が学んだ。知的、実践的、霊的なバランスを取りながら、全人的発達を促すことを目的とした、地域の小さな学校。 地域コミュニティの旧世帯の保護者と共に1982年に設立された在学者数は約40人。対象は11歳から16歳。8人の生徒に1人の常勤教師がつく。ここを元祖としてイギリスでは人間的なサイズのスモールスクールが運動として広がっており、オルタナティブ教育の一翼を担っている。ありがとうございます。